伊勢町祭りのヤギ説ヤギ節は、群馬県と栃木県の2県にわたり、愛されている俗用である。民用として両県による発祥についての争いが、現在も続いている。損を打って、リズムを取り、笛で軽やかな主旋律を奏でる、軽快な調子の民用である。盆踊りの温度として、また下流界の芸意により流行が作られた。ヤギ節は、現在は、 北関東の郷土芸能的側面を強く打ち出しているが、大正年代から昭和初年代には全国に広がる流行があり、寄せ芸能でもあった。発祥については諸説ある。そもそも民謡成長が大正期に提唱されたものであり、本校、八木節や安木節追い分けなどは流星がこの時期に重なった。そのため同様の争いが起きており、 注意が必要である。通説では、現在の栃木県足利市にあった焼き塾において、初代、堀米玄太が歌った歌謡がそのルーツであると考えられている。焼き説の名称は、焼き塾にちなむ。当初は、渡辺の中から玄太説と呼ばれていたが、1914年に日本地区音機紹介でレコーディングされる際、焼き説と命名された。 ヤギ節は口節の劇的な物語を語る歌である。代表的な国佐だた春の者や五郎、正宗、高野、高尾、鈴木門戸慶京三次などの人情物が多い。群馬県側では、ヤギ節の起源は、ヤギ塾と同じ霊兵士街道に存在する宿場、木崎塾で歌われてきた木崎節であるとされる。日本民謡集はこの説をとっている。この他、 江戸時代末期に流行した、屈折説が起源という説もある。上野国沢郡境町在中等のお化粧だった柿沼昌平は、商売で、八木塾方面に出た折に、玄太を知り、昌平の世話で中島村の小島町松の家に、百姓番頭に来た。養蚕の日雇い稼ぎが主で、毎年夏場半年ぐらいは、中島村で働いていたが、それから10年ほど、 玄太の中島村時代があったわけである。玄太は一時馬方などやっていたが、生来の歌好きでよく孫歌などを歌っていたが、中島村に来てからは、その歌好きによって、口どきを歌い出したが、持って生まれた美声と、欲揚に飛んだ不死鳥の神手は抜群で、毎晩のように村々の盆踊りに出かけたり、呼ばれて歌って歩いたが、中島村の林連中と出場すると、 必ず入賞で一旦流しを手にし、中島村の玄太として大いに名を挙げた。これは玄太が30歳から35歳の頃のことで、玄太の口説きは大変な評判になった。ところが玄太は、間延びした口説きの歌い方を自分で創意工夫して、調子の良い歌い方に変えた。それは軽いリズムに乗ったもので、その調子の良さは一度に聴くものを圧倒させたのである。 その軽い不死鳥により、常州人特有の好奇心を見事に捉え、大いに評判になり、玄太説と呼ばれ、成功することになった。しかし、玄太節の初めは、林方がなかったが、玄太と一緒にいた小林半七の話には、初めはただ一人で、林なしで歌ったのだが、しばらくして、中島村の連中が工夫して、孫や金、笛をこれに合わせて、林方を作ると、 玄太武士は一世を風靡することになる。いわゆる茶かっぽこ、茶かっぽこという軽いリズムの生やし方は、中島村、原因伊勢崎市境中島方々が知恵を出し合い作られ、独自の民謡である。もともと玄太は、いわゆる一気の男で、源の大地座の神残市で一緒に興業して、歩いていた。桜井という老婆の話では、 とても男前の良い芸人肌だったので、どこへ行っても女が付きまとったという。ヤギ節は、ますます盛んになったが、そのヤギ説の発祥は、境町在中島村である。その生やし方も、中島村人によって、そうい夫され、ここで十年間ほど歌われた、元太説が元になったわけで、ヤギ節は、上州、群馬県で生まれたのであるが、 八ぎ節の名称によって発祥の地がわからなくなってしまったのである。その元流はくどき節で、元の句の頃からの遺物である。木崎村には、木崎節、境村では、赤湾節と呼ばれ、玉村には、横村温度などと呼ばれ、今でも歌い続けている。上州のくどき節が、越後から伝わったのは、間違いなく、明治初年、前橋民政局の達しに、 古来より盆踊りと猿ごと、東国によっては右様戦時寄風俗務のはずのところ、近来越後編より、云々とある。なお、中島村は、江戸時代の初め、慶長六年に稲垣平左衛門の領地となり、玄那二年、前橋堺画学統領、寛永十四年、堺忠康が、分家領有して、伊勢崎領、寛文二年三月また、前橋領、天那二年再び、 伊勢崎堺忠忠宏が領有して、明治に至るまで伊勢崎藩が領有していた。明治元年4月、明治政府のもとに伊勢崎藩となり、翌2年伊勢崎県の支配、同4年10月伊勢崎県を廃して群馬県の支配となった。ついで熊谷県となり、明治9年また群馬県となった。中島は大名領一級地で、 古くから柿沼八重門が名主を世襲していた。今の柿沼十二屋だが、完成六年に名主年番制を定めた。村役人は、名主が一人、組頭二人で、三人の村役人が、その以後は一年交代で名主と組頭を、務めるわけである。村役人玄絵門は、柿沼良蔵屋である。天が二年の時の屋数は十二件、人数は百十七人で、 慶応元年には約数67件、人数344人、昔から農業も盛んだったが、船頭家業が多かった。また、中島がしから伊勢崎へ通じる道を、立ち馬道と呼んでいる。男が船頭都政だったので、孫には女が多く、姉さんかぶりの女孫がいい声で孫歌を歌いながら、馬を引いたところが伝えている。明治8年、 村内薬師堂に中島小学校が開校され、町田金十郎が初代校長となった。明治12年4月、中島村、おこのぎ村、堺町の連合校長役場となる。そして、明治22年4月の強吉村合併となり、その後昭和30年、堺町と合併となる。以上のことから、八木説の発祥は、堺町在中島村で、 玄太と関わりのあった方々の墓石もあり、また、子孫も健在で検証することができ、柿沼、おじまけぬ家系も正確であることから、従来の木崎節起源説と区節起源説とは、矛盾が少なく妥当で正確な近世歴史の証となる。一方、郷土市屋の大和王は、ヤギ節の起源は、古くから、ヤギ塾の近くの集落で古くから使われていた、盆踊り歌の巫女節で、 これに他地域の民謡の特徴が若干混ざったものだと主張した。題は著書、ヤギ説その原理を探るで、従来の木崎季節起源説と区節節起源説を否定しているが矛盾している。神奈川県立相模原高等学校の野球応援では、ヤギ節をモチーフにしたオリジナル曲、コンソール、日本の心ヤギ説相模原が利用されている。同校吹奏楽部顧問作曲。 第34回定期演奏会で演奏され、その後応援歌として用いられるようになる。野球応援では、ケンソールと呼ばれている。ありがとうございます。